オスカーシンドラー、オスカーシンドラー、オスカーシンドラー、1908年4月28日から1974年10月9日は、メーレン、当時オーストリア領、現チェコ領生まれのズゲーテンドイツ人の実業家。第二次世界大戦中、ドイツにより強制収容所に収容されていたユダヤ人のうち、自身の工場で雇用していた1200人を虐殺から救った。 オスカー・シンドラーは、1908年4月28日、当時オーストリア・ハンガリー帝国領だったメーレン地方、モラビア地方のツビッタウに生まれた。父は、農業機械の工場を経営するヨハン・ハンス・シンドラー。ヨハン・ハンス・シンドラー。母はその妻フランツィスカ・ファニー。フランツィスカ・ファニー。旧姓、ルーザー。1915年に、妹エリフリーデが生まれた。 シンドラー家は十六世紀にウィーンからメーレン地方へ移住してきた一家であった。メーレン地方は第一次世界大戦後にチェコスロバキア領となっているが、シンドラーはドイツ、オーストリア系であったので、チェコスロバキアではなく、ドイツにアイデンティティを感じるようになった。シンドラー一家の信仰はカトリックだったが、シンドラー自身は宗教に関心がなく、カトリックの影響はほとんど受けることはなかった。 近隣のユダヤ人家族の子供たちは彼の遊び仲間だった。シンドラーは1915年にスビッタウ、スビタビの国民学校、フォルクスシューレに入学し、さらに実家学校、リエルシュル、上級実家ギムナジウム、ホーハースリアルジムネッシムと進んだ成績証明書の改ざんを行ったことで1924年に退学処分となった。あとに、 学校へ戻ることを許されたが、クラスメイトから、詐欺師シンドラーと、あだ名されるようになったという。シンドラーは、学業優秀ではなく、アビトゥーアも諦めている。上級実家ギムナジウムを卒業後、ブルーン、現、チェコのブルノの商業学校に通っている。ブルーンの電気会社で働いたが、1927年に、一旦退職して、シェーエンベルク、現、 チェコのシュムペルクのオートバイ学校へ通った。在学中に、チェコスロバキア陸軍の徴兵を受け、第31不評連隊に勤務した。実質的な勤務は18ヶ月で終了したが、予備役として軍籍に残り、1938年までに予備役下級五長になっている。また1928年5月から、元グッズイのオートバイを買って、しばしばオートバイレースに出場している。 1927年秋には、エミーリエ・ペルツルと知り合った。彼女は、ツビッタウから南西40キロほどのところにある、アルトモレタイン、ALT モーラティン、現、チェコのマレティーンの裕福な農経営者、ヨーゼフ・ペルツル、ヨーゼフ・ペルゼルの娘だった。オスカーと、エミーリエは1928年3月6日に、ツビッタウで挙式した。エミリエとの間に子供はできず、 シンドラーは、父の秘書だったアウレリエ・シュレーゲル、アレリー・シュレーゲルを愛人にして、彼女との間に、非政治二人を設けている。1933年に、生まれた長女、エデギとエディットと1935年に生まれた長男オスカー。長男オスカーは、第二次世界大戦末期に、ツビッタウオソ連が占領した際に、行方不明となっている。軍の勤務を終えた後、シンドラーは、 ブリュンの電気会社に復職したが、この会社は1931年に倒産してしまった。シンドラーはこの後1年ほど失業者になった。シンドラーの父の農業機械工場も倒産していたため援助を受けられず、結局はエミーリエの父に援助してもらって生活を耐えしのいだ。シンドラーは養鶏場を買い、またプラハの銀行の代理人の仕事につき、ブリュンの商人に 国有財産を売却する仕事に携わった。シンドラーは、1935年から、コンラート・ヘンラインのズデーテンドイツ共同戦線、後のズデーテンドイツ人と、SDP というドイツ系ズデーテン住民による、ドイツ民族主義的な政党に入党た。ここを通じて、ビルヘルム・カナリス提督率いる、ドイツ国防軍庁法部、アプベアと接触し、 その諜報員として活動することになった。ブレスラウ、現、ポーランドのブロツワフやメイリッシュイコールオストラウ、メリスクオストラウ、現、チェコのオストラバで活動した。彼の諜報活動が露見したとき、チェコの鉄道内部の秘密情報を漏らしたということで、大反逆罪の罪で死刑の宣告を受ける。しかし、1938年10月に、 ドイツのズデーテン併合があったため、ドイツによって、刑の執行は中止された。1939年2月10日、国家社会主義ドイツ労働者党、ナチス党に志願して入党。同じ年、ブレスラーにおける、カナリステ特化での参謀本部職務から身を引いた。彼は、ドイツのポーランド侵攻に合わせ、戦争での人も o を狙い、ポーランドのクラクフにやってきた。 1939年10月、シンドラーは、没収前ユダヤ人の所有になっていた、落ちぶれた、放浪容器工場を買い取る。彼は、ユダヤ系ポーランド人会計士イツアクシュテルンの助言を、受けなら、闇商売で資産を拡大していく。クラクフ近くにあるザプロビツ、ザブロックの小さな工場は、ドイツ軍の厨房用品を製造して、急激な成長を遂げた。 工場はわずか3ヶ月で250人のポーランド人、労働者を使うようになり、その中には7人のユダヤ人労働者もいた。彼の工場は1942年末までに、巨大な放浪容器工場にして、軍事工場に成長していった。45000平方メートルの敷地に800人、近い労働者がここで働いたのである。その中には、 クラクフゲットーのユダヤ人三百七十人もいた。シンドラーは、快楽主義者で、遊び人で、まさに、プレイボーイのライフスタイルを楽しみ、生きることをそのすべての面で享受していた。彼は、同時代の人たちから見てくれよく育ってきた人間と、みなされて、上品な社会の中で立ち回り、良い身なりをし、女性たちからももてはやされ、金を、湯水のように使っていた。 シンドラーのナチス党政権への抵抗は、イデオロギー的な理由からではない。まずもって、楽天的な工場主は、無力なユダヤ人住民たちに対する扱い方にことを唱えたのである。彼の経済的な関心は、できるだけ多くのユダヤ人を救済したいという願望の前に次第に交代していった。最後には、全財産をこの目的のために投げ出すだけでなく、 自分の命までかけようとしたのである。シンドラーのユダヤ人救済において大きな力となったのは、彼の工場が軍需工場ということで、ポーランド占領のドイツ軍司令部からも特別の格付けを承認されていたことである。これにより、彼は大きな利益のある契約を締結できただけでなく、親衛隊の監督下にあったユダヤ人労働者を要求できたのである。彼は、 これらの労働者が工場の生産ラインに不可欠だと主張することで雇用者が絶滅収容所へ移送される危険が迫った時にも特例措置を働きかけることができたのである。シンドラーはその際にも嘘をついたり記録を偽ったりということはせずただ子供や大学生を熟練の金属工と称しただけにとどまった。シンドラーはかの有名なリストを彼の秘書ミラインハルと。 ミミラインハートに口実筆記させ、彼女もまたに三人の名前をそれに書き足した。シンドラーは規則違反やユダヤ人に対する優遇の権威をかけられ、たびたびゲシタポから事情聴取を受けた。こうした事実をシンドラー自身も隠そうとはしなかった。1943年、シンドラーはユダヤ人組織の招待でブダペストに旅行し、 そこで、ハンガリーのユダヤ人たちと会合を持った。彼は、ポーランドのユダヤ人たちの絶望的な状況を包み隠さず、語り、救出の可能性について、議論を交わした。1943年3月、クラックフのゲットは解体され、お気に入りのユダヤ人たちは、クラックフ郊外のプワシフ強制収容所へ移送された。シンドラーは、 残忍な強制収容所所長の新鋭イタ,イタイアーモンゲートが彼の飲み仲間でもあったことから彼の工場にユダヤ人労働者のための小屋を建てさせてくれるようにと説得した。この秘密交渉で彼はそのユダヤ人労働者に比較的快適な生活条件を提供し貧弱な栄養状態を補ってやることができるようになった。このための食料は シンドラーがすべて闇の市場で調達してきた。収容所の新衛隊の警備兵たちは、工場の敷地内への立ち入りは禁止されたのである。1944年末、プワシフは、ソビエト連邦の赤軍の侵攻により、すべての収容施設の解体を余儀なくされ、ここにいた2万人以上のユダヤ人が、絶滅収容所に移送された。シンドラーは、ドイツ軍の司令官から、 彼とその妻が、ズデーテン地方のブルンリッツ、現、チェコのブルニエネツで新たに手に入れた工場で、軍需物資の生産を継続し、そのための労働者を連れていくという許可を得た。その労働力には、プアシュフの収容所から、かなりの大人数が選ばれ、総数で800人にもなった。そのうち700人が、ユダヤ人、300人が女性だった。 これらの人々のブリュンリッツ労働収容所への移送は1944年10月15日に行われた。これはグロースローゼン、現、ポーランドのロゴジニーツァの強制収容所を経由しての移動であった。この強制収容所 KZ グロス路線の副次的な収容所が労働収容所ブリュンリッツだったのである。輸送の列車はアウシュビッツを通っていた。その時、 彼女たちが別の収容所に移される前に、すべての囚人は男であれ女であれすべて検疫所に行くようにという親衛隊の指令書が届いた。同様に、秘密の場所に隠されていた身体検査施設へという指令もその中にあった。これらすべての指令が女性の囚人たちに実施されている間、グロースローゼンはシンドラーの女性労働者たちを管理するのには、 まだ十分な人員も施設も準備されていなかった。そのため、女性たちはおよそ6 0トル離れた強制収容所アウシュビッツに行くという羽目になったである。シンドラーは、グロースローゼンの収容所から人々を助け出しに、駆けつけ、彼らを助け出すことに成功した。シンドラーが、ユダヤ人一人当たり1日につき、ゲシタポニナナマルク支払うことを約束、彼の秘書が、 アウシュビッツで女性たちをさらに移送する交渉を行ったのである。これは絶滅収容者の運用期間中において最も多くの集団が出ていくことを許されたケースである。オスカーとエミーリエのシンドラー夫妻はアウシュビッツの収容施設から加えて120人のユダヤ人を救出した。この人たちは新衛隊のドイツ石炭工業という鉱山で、 働かされていた人々である。1945年1月、この人々は、ソビエト連邦軍の侵攻により、強制疎開を余儀なくされ、2台の鍵をかけられた、家畜貨車で西方に、に送された。凍りつくような寒さの中、食事も水も与えられず、7日間かけて、新衛隊は、この貨車を、シンドラーの工場の門まで運んだのである。エミリエ・シンドラーは、 新衛隊の輸送部隊を阻止して、貨物車だけを工場の中に引き入れた。オスカー・シンドラーは、貨物車の乗客が、工場にとって急ぎ必要なのだと解いて聞かせた。貨物車のドアが開けられると、13人の投資者が発見された。生き延びた107人は、直ちに治療を必要とする状態で、懸命な介護で何とか一命を取り留めた。新衛隊は誰一人 シンドラーの工場には立ち入りを許されなかった。そればかりか投資したユダヤ人を彼らが焼却処分することもシンドラーは許さなかった。彼は土地を購入してユダヤ教の敷狩りにのっとって彼らをそこに埋葬した。プアシュフでは彼の労働者たちの誰一人としてそれ以来収容所、エマアリア、イメイリアでは撃たれることはなかったし、不自然な死を遂げたものもなく、 また絶滅収容所に送られたものもなかった。戦争の終盤、シンドラーはドイツに移ったが、彼はその時一ペニヒスら持っていなかった。起業家としてのシンドラーは、戦後は不運に見舞われた。1945年11月から1950年5月まで、彼はレーゲンスブルクにいた。しばらくアルゼンチンにおき、毛皮を取るために、 ヌートリアの飼育も手掛けたが、農場を閉鎖せざるを得なくなる。そこで、貿易省の仕事をした後、ドイツに帰国した。ドイツでは、セメント工場の仕事をし、これもまた1961年に倒産に追い込まれた。次から次に事業に失敗し、資金繰りで奔走しているシンドラーの噂は、彼が救ったユダヤ人にも伝わる。 彼らはシンドラーをイスラエルに招待した。この時点からオスカー・シンドラーの二重生活が始まる。つまり年の半分を彼が隠居生活をしているフランクフルトで過ごし、他の半分をエルサレム在住の彼が救ったユダヤ人たちの下で過ごすということである。このような生活は彼が1974年にドイツのヒルデスハイムで死ぬまで続けられた。 彼の墓は彼自身の希望により、エルサレムのローマカトリックの教会墓地にある。彼が亡くなる2年前に、ヘブライ大学の校内に、彼に捧げられた部屋が設けられた。そこには彼によって、命を救われた人々すべての名前が記された本が、置かれている。しかし時とともに、シンドラーの自責は、ドイツやポーランドでも次第に忘れ去られていった。彼の名が、 一般にも広く知られるようになったのは、1982年に、オーストラリアの作家、トーマス・キニーリが表したノンフィクション小説、シンドラーの箱舟、現代、米国では解体して、シンドラーのリスト米大として出版。日本では、幾のノヒ役により、シンドラーズリストとして出版が、ベストセラーとなったこと、そして、 これをスティーブン・スピルバーグ監督が映画化した1993年のユニバーサル映画シンドラーのリストが世界的な興行成功を収めたことに1999年、彼の最後の恋人アーミィシュペイとアミスピースの住居の屋根裏部屋からシンドラーが新兵隊に取り入るために作成したありとあらゆる書類のすべてが詰まった一つのカバンが使った。 生活必需品のすべての支出がこと細かに記載されたものである。今日の通貨価値にして総額100万ユーロを食料、賄賂、贈り物として支払っていたのである。妻エミーリエトは1957年以来疎遠となっており、離婚こそしなかったものの、再び相見えることはなかった。夫の死の20年後、彼女は夫の母前で次のように胸中を明かした。 やっと会いたのね。何も答えを聞いてないわ。ねえ、どうして、私を見捨てたのかしら。でもね、あなたが亡くなっても、私がおいても、二人が結婚したままなのは変わらないし、そうやって、二人は神様の御前にいるの。あなたのことは、全部許してあげたわ。全部。晩年の彼女の身よりは、バイエルにいる目一人きりだった。アルゼンチンの三尾先手で、 ペットに囲まれて過ごした。自宅はファン・ユダや主義の極右過激派から身を守るために、アルゼンチン警察の制服警官が24時間、常駐していた。2001年7月のベルリン訪問中、彼女は記者たちに、人生最後の時間をドイツで過ごすことが最大にして、最後の望みであること、さらにホームシックがどんどん重くなっていることを語った。そして10月、 ベルリン市内の病院で亡くなった93歳。ミュンヘンから1時間ほどの距離にあるバルトクライブルク・オルドクレイバーグにある彼女の墓には次のような言葉がドイツ語で刻まれている。一人の人間を救う者は全世界を救う。ベルウェーネン・メンション・レットット・レットット・ダイ・ガン・ゼベルト。1945年5月8日、シンドラーのもとにあった。 ユダヤ人たちから彼に一つの指輪が送られた。この指輪は、シンドラーに命を救われたユダヤ人たちが感謝の印に、彼らが唯一持っていた本物の金馬から作ったもので、ある。一人の人間を救う者は世界を救うたるムードに、ある、この言葉が、贈り物の指輪に刻まれた。1965年11月5日、彼は、 ドイツ連邦共和国厚労省第一級に除せられた。加えてシンドラーは、1962年、イスラエルのヤドバシェムの諸国民の中の正義の人通りに、事故の名で、イナゴ豆、洗礼者ヨハネがよく食べていたとされるものの木を植えている。2008年4月10日、オスカー・シンドラー生誕100年を記念して、145セントの特別記念切手がドイツで発行された。 このきっにもタルムードの言葉が書かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。